完成から見た外観。サンペドロデラ・ナーベ聖堂は、スペイン・カスティーリア・イレオン州、サモラ県、エル・カンピー城の町外れに立つ、西元様式のキリスト教聖堂である。1912年4月22日に、スペインの重要文化財に指定された。創建時期は680年から711年の間とされており、 減損する西ート様式の建築物の中でも最後期に位置すると言える。当初この教会はエスラ川の岸に立っていた。しかしダムの建設計画が持ち上がり、水没を避けるために建築家のマヌエル・ゴメス・モレーノにより現在の場所に移設されることになった。この事業は1930から32年にわたって行われた。南東から見た外観。 右の構造物が工人である。外観は石垣のようであり、アーチ以外に曲線は見当たらない。工人も方形である。内部に入ると天井は筒型ボールトに覆われており、アーチは馬蹄形アーチを採用している。中東彫刻、遺作の犠牲。冠板は唐草模様と動物。内部装飾は西元様式の高例であり。 オリエンタルな動植物文様と聖書の場面をモチーフとした中東彫刻で装飾されている。獅子の穴のダニエル、遺作の犠牲などの中東彫刻がある。ありがとうございます。